ジュエリー業界が選ぶ第5回ウーマンオブザイヤーに選ばれました木村文乃さんは、人気の若手女優としてさまざまなドラマ、映画、CM などにご出演されています。総額2億円のネックレスとリング、ブローチ、ピアスのプラチナ950ダイヤ4点セットとなっております。ジュエリーを実際につけていただいて、ご感想いかがでしょうか？実際に身につけるまではジュエリーというすごい一種の高嶺の花のようなふうに思っていたんですけれども、実際に身につけさせていただくと私自身に自信ももたらしてくれますし、ジュエリーというのは輝きだけではなくて内からもきれいにしてくれる素晴らしいものなんだなというふうに感じました。2億円ということなんですけど、ジュエリーじゃなくて2億円もし持ってたら何したいとかありますか？マンション買います